園田武彦園田武彦1月24日から1977年12月4日は日本の機械技術者、政治家、家族、貴族院男爵議員、本籍鹿児島県、外交官、園田孝吉、金子夫妻の次男としてロンドンで生まれる。1910年、イギリス、グラスゴー高等工業学校機械科を卒業。その後、イギリスで造船所。 機械工場の職工として働く。飛行機への情熱をかきたてられ、父へ援助を申し出ると、飛行士にはならないこと、飛行機の製作は一機のみとする条件で資金の提供を受けた。飛行機はハンドレページの工場において共同で製作し、1911年初めに完成した。ドン飛行場で三度目の着陸の際、左翼が地面と接触して破損し、 使用不能となる。父との約束通り飛行機製作を断念して、帰国時に無事であった、クリーン50馬力エンジンを持ち帰り、奈良原密次の奈良原式4号、大鳥号飛行機に搭載された。父の死去に伴い、1923年12月20日、家督を相続し男爵を収職した。1930年6月、貴族院議員補欠選挙で当選し貴族院、 男爵議員に就任し、1939年7月まで在任。1946年5月、貴族院議員補欠選挙で当選し貴族院、男爵議員に就任し、厚生会に属して1947年5月2日の貴族院廃止まで在任した。1917年、延地政作所取締役社長に就任。その他、モハンベルト工業代表。 国際陶器社長、帝国内年記社長などを務めた。ありがとうございます。